スマイルアゲイン。夏子です。今私たちにできることは、被災地で今起きているリアルな現状というのを常に新しく知り続けることかなというふうに思っています。そうすることで私たちもまた新しいことを自分の中から発信していけるんじゃないかなというふうに思っています。この言葉が被災者の誰かの心を支えることができますように。そして笑顔をもう一度、スマイルアゲインプロジェクト。あなたも被災地へメッセージを届けませんか？スマイルアゲイン。みなさんこんにちは。ビジネスワッチングイン北大阪の時間です。お相手は佐野かなみです。さて、ハロウィンまであと3週間ということもあり、店頭などではハロウィンを歌った商品が増えてきましたね。ハロウィンといえばやっぱりお菓子。お菓子メーカー各社は限定商品を売り出すなど販促に力を入れ、スーパーなどの量販店ではこの時期になると専用の売り場が並びます。しかし小売店では限定商品を当日までに売り切る方針のため、ハロウィン商品の在庫は抱えにくいそうです。特に今年は土曜日に当たるため、当日のお菓子の需要が高まると見込まれています。限定品が売り場からなくなることを想定し、森永製菓では10月の中旬までは限定品を、その後は通常品をハロウィン専用ポップで売り込む2段構えでお菓子商戦を挑む工夫を行っています。お菓子のハロウィン需要は増え続けており、森永製菓によると2014年のハロウィン商品全体の販売金額は2008年に比べると 3.3 倍にも増えたそうです。日本ではここ数年急速にハロウィンを楽しむ人たちが増えています。もともとは子供が主役だったハロウィンですが、コスプレやゾンビメイクが流行し、大人が楽しむイベントが増えたこともハロウィンブームのきっかけとなったのではないでしょうか。ビジネスウォッチングイン北大阪。この番組は北大阪商工会議所地域ポータルサイトマイプレの提供でお送りします。私佐野かなみが北大阪にある元気な企業やスポットにお邪魔して、その元気のもとや秘密を探ってきます。今日は枚方市小金野にありますプチクリエイトをご紹介します。業務内容は印刷、広告、ホームページ制作、トータル経営アドバイス。お話を伺ったのはプチクリエイト代表の松尾克代さんです。プチクリエイトは京阪牧野駅から徒歩約5分、閑静な住宅街の中に見えてくる自宅兼事務所のスタイリッシュな青いガルバリウムハウスです。青色の柱には白地でプチクリエイトと分かるように書かれており、一目で発見することができます。入り口にも妖精の女の子が座った可愛い看板が立っています。玄関は2つあり、駐車場側が会社の入り口となります。中に入るとすぐに事務所が広がっており、取材の日も松尾さんが笑顔で出てきてくださいました。プチクリエイトの従業員は全員女性。代表の松尾さん以外にも優秀な4名のパートの方が戦力となってくれています。
松尾さんご自身も3人の子供を持つ母であり、仕事と家事の両立の大変さを分かっているため、女性に優しい職場を作りたいという思いがあります。家事、育児などの大切な時間を割いて、せっかくプチクリエイトの仲間になってもらうなら、いやいや働くのではなく楽しく働いてほしい。そして一番大切なのは家庭であり家族であるという考えで、女性の働きやすい環境を目指されています。お仕事のご依頼は地元のみならず、ネットの情報や口コミが広がり、なんと全国から依頼を受けています。企業やお店の方、はたまた政治家の方など、ご利用になられる客層は様々です。遠方の方では直接お会いできない方もいるため、松尾さんはメールやご依頼フォームでのやり取りだけではなく、お電話での対応も大切にされているそうです。頼まれたものを言われた通りに作成するのではなく、女性ならではの目線や購買者の目線となって、お客様のイメージも大切にした上で、このお客様にはどのような売り出し方が良いのかを考え、親身になって話を伺い、アドバイスを行っています。そのため全国から松尾さんに頼んでよかった、売り上げが上がったよというお声も多いようです。しかし、そのようなお客様のお声に対して、松尾さんはお仕事をいただいたのだから売り上げが上がって当たり前、それがプチクリエイトの仕事ですとおっしゃいます。自分の会社の儲けよりお客様第一という考えだからこそ、プチクリエイトのファン、そして松尾さんのファンが多いのではないでしょうか。明日へと続く地図はいつだってその胸の中にあるから、涙ぐり払って笑顔振り絞って、君は飛び出すよ全速力で。そんな頑張る女性に贈りたい歌、生き物ばかりでゴールデンガール。ささやかな言葉しか君に届け
市小金野にありますプチクリエイトをご紹介しています。松尾さんがプチクリエイトを起業したのは今からおよそ15年前、元ご主人との離婚がきっかけでした。念願のマイホーム完成の1週間前にして元ご主人が蒸発し離婚。その頃お子さんたちは完成間近のマイホームに住むことをとても楽しみにされていたそうです。松尾さんは子供たちにそのお家に住ませてあげられなかったことが本当につらかったとおっしゃっていました。そのためいつか必ずまた子供たちが喜んでくれるようなお家を建てたい、そういう強い思いがありがむしゃらに働き起業されました。しかし今でこそ女性起業家は増えてきましたが、今から15年前の起業当初はまだまだ女性が社会進出しておらず、女性が一人で仕事なんてと舐められることが多かったといいます。辛い状況ではありましたが、松尾さんはそんなことにはへこたれず、自分の行動次第で必ず理解をしてもらえる、一生懸命取り組めば信頼を得られると日々営業回りをし、取ってきた一つ一つの仕事を大切に取り組んでいきました。そして起業から5年後、努力の結晶ともいえる現在の事務所兼自宅となっている青いガルバリウムハウスが完成。思いがたっぷり詰まったお家でお仕事を今日もバリバリこなしていらっしゃいます。そんなパワフルな松尾さんは面白いことが大好き、常にアンテナを張り地元のお祭りや行事など地域の貢献活動にも積極的に参加されています。中でも枚方婚活推進実行委員会では実行委員長を務め、在任中の2年間でなんと枚婚を7回も開催。この枚婚の開始のきっかけも、何か枚方市の企業が力を合わせて一緒にできるような仕事はないのかなと考えた時に、結婚式であれば会場を飾り付けするためのお花がいる、ゲストに振る舞う料理がいる、そして結婚式が行えるレストランやホテルなどの場所がいると、様々な地元企業が一緒になって仕事ができるのではないか、まずそのためには結婚する人を増やそうという発想で始まったそうです。このように松尾さんは常に面白いことを考え実行に移してしまう行動派。最近も自分で調べながら回った海外旅行のプランを友達に話したところ、そんなツアーがあれば行きたいわと大絶賛されたため、旅行代理店に企画書を投げ、なんと実際にツアー化してしまうなど、人が喜ぶことを企画しビジネスにつなげてしまうアイデアマンなのです。松尾さんはたとえビジネスとはかけ離れたボランティア活動であっても、参加することにより人とのつながりもでき、いずれそれが自分のやりたいビジネスにもつながっていくといいます。波乱万丈な人生を送ってこられた松尾さんですが、笑顔を忘れず、いつも前向きな考えでお仕事を自らも楽しんでいっているからこそ、ついてくる方も多いのではないでしょうか。そんな松尾さんの元気のもとは、子供たちの笑顔。辛い思いをさせた時期もあったけれども、子供の笑顔にパワーをもらい、今日まで頑張ってこれました。また大好きな子供たちがその笑顔でずっと過ごせるようにという思いが原動力となっているのだとか。では最後に松尾さんからリスナーの皆さんにメッセージです。プチクリエイトの松尾です。面白いこと、楽しいこと、考えたり実行したりするのが好きです。センスのいい優秀な女性スタッフがあなたの会社の売り上げをアップするお手伝いをします。気になった方はお電話くださいね。松尾さんと話していると、こちらまで元気が出てくるようなとっても素敵な女性でした。行動派の松尾さん、また別のビジネスでご紹介できる日も近いかもしれませんね。本日は枚方市小金野にありますプチクリエイトをご紹介しました。それでは最後に松尾さんからのリクエストです。ビッグファンでビューティフルハングオーバー。君はマイビューティフル。Hangover, hangover, yeah. 君はマイビューティフル。
人種全員の頭 UFO girl want to get to the ball show won't like it there ain't nobody can be them things you be so sure I'm so excited delighted I want the night no fighting baby you got what I need got me jumping jumping on my bed baby there's no train delaying no one's got me feeling the chilling every day I'm smiling and waiting when I think about you think about you got me up flying so high and then I wanna stop bringing and bringing that からのお知らせです。中小企業 PL 保険についてのご案内です。安全な製品、商品をと企業努力を尽くしながらも、万一事故が発生すれば、PL 訴訟により多額の損害賠償金が求められ、企業経営に甚大な影響を及ぼしかねません。そこで、PL 問題で発生した法律上被害者に支払うべき損害賠償金訴訟になった場合の弁護士費用などを保証するのが、この中小企業 PL 保険です。商工会議所の会員なら大幅な保険料の割引もあり、PL 対策を考えている企業に広く加入いただいています。事故の例としては、仕出し弁当で大腸菌による食中毒発生、オーブントースターを使用中出火し家屋全焼、給排水工事の不備で漏水し電気系統に損害発生といったことなど、他人事ではない PL 訴訟があなたの周りで起こっています。まさかの事故に備えて、ぜひ中小企業 PL 保険をご活用ください。詳しくは北大阪商工会議所会員サービス課、電話072-843-5152 843-5152 番までどうぞ。ここからはカナミンのこんなん知ってるのコーナーです。このコーナーは私佐野カナミがこれは便利、めちゃめちゃ面白い、なるほどなど感心した新商品やサービスをご紹介します。先ほども働くパワフルママ松尾さんをご紹介させていただきましたが、最近では社会での女性の活躍が進み、バリバリと働くママが増えてきました。社会の一線で活躍するママたちには、今日は残業になりそう、会議に出るとお迎えに間に合わないと頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。というわけで今日は、外せない時にも安心、子供の送迎見送り代行サービスについて探ります。今世間の働くママたちにベビーシッター派遣会社のお迎え見守りサービスが人気を集めています。保育園や学童のお迎えがピンチになり、あと数時間だけ子供を誰か見てくれたらなぁなんて思っているママたちの救世主、お迎え見守りサービスは、親に代わって子供を迎えに行き、親が帰宅するまで夕食を食べさせたり、入浴や寝かしつけをしてくれたりするサービスなのです。中でも利用が広がっているのは、習い事や塾への送り迎え、仕
事が忙しく、子供の教育に時間を割けないと心苦しく感じながら働いているママたちを中心に事業が伸びています。家事代行大手のベアーズも同様のサービスを手掛けており、送り迎えだけではなく手作りの料理を食べさせたり、最近では塾に持っていくお弁当の依頼が増えているようです。こうしたサービスの気になる相場は1時間あたり2000円から3000円前後と決して安くはありませんが、仕事を抜けられない働くママたちには強い味方なのではないでしょうか。ただ子守りをするだけではなく、帰り道にはお子様に交通ルールを教えたり、自宅で宿題を一緒に手伝ったりと教育やしつけにも力を入れています。また一方でSNS の交流サイトを使った手頃なサービスも相次ぎ登場しています。近所の顔見知り同士が子育てを助け合えるサービスを提供するのはあずまま。パソコンやスマホから事前に会員登録を行い、あずままに登録している知り合いを探してつながっておけば、必要な時に15分帰宅が遅れるので保育園のお迎えをお願いなどのメッセージを一斉に発信することができるんです。連絡を受けた人の中から手を貸せる人が返信して成立する仕組みで、利用料金は1時間500円と手頃なのでお互いに気兼ねがいりません。2013年の開始以来登録者数は急増しており、現在は約3万人となりました。地元のネットワークが弱まる中、信頼できる人同士が助け合って子育てするインフラがあれば少子化時代にも役立つはず。しかし SNS でのサービスはセキュリティ面での不安がつきものですが、あずままは顔見知り同士でしかつながらない認証システムを採用しています。また今年2月にスタートした紹介サービスキッズラインでは、登録するシッターを全員事前に面接し、顔写真や子育て経験などの情報サイトに公開しています。なので利用者はシッターの評価をレビュー欄で確認できるだけではなく、 Facebook のアカウントで登録するため友人の利用履歴も見られてとっても心強いんです。登録から予約までの手続きをネット経由にすることで1時間1000円からと低料金。運営会社カラーズの社長は、女性が少しでも働きやすくなるようベビーシッター文化を日本にも定着させたいと強調しています。価格もサービスも多様化し、働くママたちの選択肢が広がりつつあります。ということで今日は、外せない時にも安心、子どもの送迎見送り代行サービスについて探りました。聞こえてきたのはウルフルズで可愛い人。ご機嫌さん、もしもしそちら調子はいかがですか。僕はグー頭とファイヤーチョキカポン、なんちゃってね、息子のやるこなすことドキドキもんですか。またもやブー、お気に召さないことやっちゃいます。かわいい人、
高く、商工会議所からのお知らせです。中小企業向け生命共済グループ保険制度についてのご案内です。生命共済制度とは、北大阪商工会議所が実施する会員事業所向けの災害保障特約付き団体定期保険のことです。割安な掛け金で大きな保障を得ることができ、病気死亡や災害死亡はもとより、不慮の事故による入院、身体の障害も保障します。また、掛け金は全額、損金または必要経費に参入可能です。1年更新で1年ごとに収支計算し、余剰金が生じた時は配当金としてお返しする特典などがあります。従業員の福利厚生対策として、商工会議所の生命共済制度をご活用ください。30分間お付き合いありがとうございました。この番組では皆様のメールやファックスをお待ちしています。こんな面白いスポットがあるよ、こんな便利な新商品があるよなどといった情報やメッセージをお待ちしています。アドレスはmail@kiku-fm779.com mail@kiku-fm779.com ファックスの方は 072-843-8686 072-843-8686 こちらの番号までお待ちしております。番組のブログもぜひチェックしてくださいね。ここまでのお相手は佐野奈美でした。それではまた来週、ビジネスウォッチング in 北大阪。この番組は北大阪商工会議所、地域ポータルサイトマイプレの提供でお送りしました。スマイルアゲイン。